門前の状況。そして、あそこに道を渡ります。現在工事中なので、こういうものがあります。これは子どもたちが学校に入るときに危険だということで PTA から申し入れがあったそうです。トラックの出入りで子どもの交通事故を起こさない、だからいちいち門を閉めるようになるんですね。置電機も何十年もここにあったんですけども、門開いてトラックの出入りはあったんですけども、なんで今になって、こういう開けたり閉めたりしなきゃいけないか、ちょっと不思議な気がします。これは私の看板ですね。田中哲郎個別指導学習塾という看板がここにありまして、向こう側の電柱2本私が立っております。これは私が毎日使っている門前グッズで、これがスタンドを立ててマイクを置きますね。このスタンドは下の部分は譜面台、上の部分は虫取り網のシャフトの部分を使って作りました。もう15年ぐらい使ってるかな。スピーカーがそこにありまして、それからバイクとギター、これ持ってきてありますね。こんな状況ですかね。